ローゼリネ、お前は闇の歌姫、闇の主を讃え続ける哀れなローレラ。ローゼリネ、さあ、七つの霊玉を集めるのだ。邪魔する者はすべて分かっているな。私はローゼリンデ、私は闇の歌姫、霊玉を集めるのが我が使命。あなたは帝国の歌姫。あなたは敵、敵は倒します。正気に戻って。わからないの？それはあなたの意志じゃないのよ。霊玉を渡してください。もう人の話を聞きなさい。敵を発見、倒します。ローゼリンデ、ダメだ。やっぱりわからないのか。あなたなんて知らない。あなたは敵、敵は倒します。待っていてくれ。必ずお前を助け出してやるから。そしたら霊玉を渡していただきます。そしたらさ、また笑って暮らせるようになるさ。昔みたいに。戦闘を開始します。よくやったローゼリンデ。これで全ての霊玉は我々闇の勢力のものとなった。私は闇の歌姫。私の使命は霊玉を集めること。私はあとは私が霊玉を揃えれば任務は終わる。動くなよ。なぜ防いだ？霊玉を集め、我が使命。邪魔する者は排除します。命令の上書きがうまくいっていない。まさか洗脳に問題が。まあいい、どうあれ。霊玉を手に入れれば結果は同じだ。うはっ、己人形の物材で。霊玉の収集を完了。これより帰還を。うつろなるのため、よくぞたどり着いた。お前は手に入れたのだ、思いを遂げる権利。今加算かアルファクライフに続く人類との盟約に従い、最後の試練。これが七霊玉。すさまじい力を感じる。ローゼリンデよ、今ひとたび命ずる。その霊玉を私に渡すのだ。ローゼリンデ！しぶといネズミども、だがもう遅い。霊玉は我々が。レイジ、レイジ。何？洗脳が解けただと？レイジ、私とても怖い夢を見てたの。私がこの手であなたのことを。けど無事でよかった。ローゼリンデ、今助けてやるからな。ちょっと待ってろよ。仕方あるまい。霊玉は惜しいが、歌姫をしつけ直すのが先か。ローゼリンデ！ローゼリンデ！
最近同じ夢を見る。この手で大切な方たちを傷つける、とても恐ろしい夢。積み上げられた袋、重ねられた罪、赤く染まった両腕、絶望という名の闇に苛まれ泣き出してしまいそうな時、いつも彼が私を呼んで。彼とは誰だろうか。あ、意識が闇に落ちていく。多くの命を傷つけてしまった自分、許されがたい罪を犯してしまった自分、いつかこの罪を償えるのだろうか。名も知らぬあの声のもと